ね、今日はね、山に来ました。この小川、前も動画にしてるんだけれども、まあ、ここ青森瑞泉郷って言って、青森の参拝業者大谷建設さんの土地の奥にあるんだけど、ここの土地を借りてね、みんなで無肥料無農薬のね、畑とか、庭とか作って、まあ、それで子供たちを招いて、子供たちに、自然の素晴らしさを教えてるのね。で、俺そこのお手伝いする代わりに、そこのメンバーではないんだけども、お手伝いする代わりに、この奥のタケノコ、コゴミとか、この斜面にゼンマイが生えるんだけども、それを取って、俺の取引先の居酒屋に卸したりしてるのね。で、今年やっとね、タケノコとか出始めてきたんで、今年初めて本格的に入ります。で、まず今日使う道具はこのナイフね。ナイフ結構厚みがあってね、やばいんだけども、両刃じゃないのと刃渡りが短いんで、銃刀法に違反しないサイズのやつ、2作のメイドインジャパンの、ナイフになります。これで山菜切って取ったりします。でね、取った山菜をこの山菜袋に入れていくんだけど、マックスまで入ると30キロぐらいになります。これ担いで、山の中歩いて戻ってきて、それを、まあ、売りさばいてると。で、たまにね、山菜取るのは違法だって言う人いるんだけども、まあ、基本合法、ここの土地の許可取ってるし、俺は。それに青森県はね、山菜を取って販売してやりなさいっていうことを、まあ、奨励してるっていうか、サイトでやってるんでね、まあ OK ってことでやってますんで、でこれからね、取っていきます。この奥ね、途中も取りながら行こうと思うんでね、まあ、散策がてらと思って見てください。ちょっと見つけたんだけども、これおそらくボンナっていう山菜で、このちっちゃいのこっちもね、ここもボンナっていう山菜だと思う。まあ、今日はまだちっちゃいからターゲットじゃないんだけども、これも癖がなくて美味しい山菜なんでね、まあ、ちょっと見分けつきづらいからね、まあ、多くの人は取らないけども、俺なんかはたまに取って食べたりします。ボンナね、ボンナ。いや、早速見つけた、タケノコね。笹だけってさ、先に出てくるさ、やつもんだけど、ではないな、これはな、タケノコでいいな。これがね、根曲がりだけって言って、まあ、青森とか、まあ、秋田より北かなと、長野県の山の方で取れるらしいんだ。わ、いっぱいあるわ。ほら、ここにもあった。で、ちょ、見えづらいけども、どこだっけ、あっちの方にもあったし、あっちの方にもあったんで、ちょっとね、取っていきたいと思います。これがね、なんだっけ、根曲がりだけ。我々のタケノコ、ちっちゃいよね。うん。まあ、これをね、これ今日のメインターゲットの一つにしてるんで、取っていきたいと思います。よいしょ。よし、このポイントで初めて見つけたんだけど、餃子ニンニクだ、餃子ニンニク。結構珍しいっていうか、まあ、人気なんだけど、ニンニクよりもアリシンが多くて、まあ、匂い強くて疲労回復効果があるんだけど、見分け方は、まあ、葉っぱこんな感じなんだけど、ここの根元赤いんだよね。赤い袴があるんだけど、これ餃子ニンニクだ。いや、ここさ、あるのは初めてだな。でも周りにはないんだけど、なんでこれ一つだけ生えてるんだろう。いや、不思議だね。こういう不思議なこともあるのがお山だよね。うん、ほんと不思議。やつ、引き続きね、タケノコ取っていきます。この餃子ニンニクは別のポイントあるからさ、ここで取らなくてもいいのさ。むしろここで増えてくれればいいな。元気に育てよ。やっぱりでかいのあったわ。こんなでかいの見たことない。こんなに太いやつね。ちょっとここちぎってさ、匂い嗅いだんだけども、やっぱ餃子ニンニクだ。ニンニクの匂いする。で、ここら辺ちょこちょこっとあるから、いや、びっくりした。まさかここにね、餃子ニンニクいると思わなかったから、いや、頑張って増えてほしいな。こんだけ太くなるってことは、土がね、すごくいいんだよね。こういう土ね、山菜採りすれば出会えるけど、こういう土、
これが最高の土だからこんだけ大きくなるのよ。窒素も肥料も何も入ってないけれどもね。あ、これも餃子ニンニクだ。いやーでっけえ。いやすごいなこの山。これから群生するがもね、これから増えていくがも。頑張れよ。あ、タケノコ保護祭だからポキッとね。これがね、コゴミって言うんだけども、まあ、なんだっけ、ソテツの仲間だっけが。で、食えるのさ。で、今日これもメインターゲット。で、これ取っていくね。ナイフでさ、スパッと、ね。こういう感じで、ちょっと、取っていきます。湯がいて食べればさ、マヨネーズかけたり、天ぷらにしてもいいし、美味しいよ、これは。本当に。ね、本当にソテツみたいであれだけども美味しいのよ。これがね、片栗の花。確かこの根っこを集めて片栗粉だったかな、本当の片栗粉のはずで。この葉っぱね、これもおひたしにして食べれるのよ。だからこの花見かけたら食べてみてね。まあゾクッとしてるだろうなまあそこら中に生えてるもんでもないからね、まあ、ここはいっぱい生えてるんだけども、見渡すとまあ、見えるかな？見えねえな。あの辺りか。ほら、片栗。んで、こっちほら、こっちも片栗がいっぱい。あと、この木の陰からほら。まあ、こういう風にここはいっぱい生えてるけど、うん。まあそこら中にめったに生えてるもんではないんでね。まあ、俺はあまり食べないから取らないけどさ。うん。まあ、これも食べれるよっていうお話ね。ここね、こないださ、あの工事したの。その白い土のあるでしょ。この下を通っちゃってさ、木が生えて、その根っこを沿って水が漏れて、こっちに川が来てたんだけども、ね、ほとんど漏れてない。ほとんど、あ、全然漏れてないね。ちょっとそこにじんでるけれども、ね、こういう感じににじんでるけれども、まあ、ほとんど漏れてない。ね、そこの川砂利を詰めて、土の積んで砂詰めて、でそこ流れ良くなるように掃除してっていう工事を4人でしたので、疲れたよあれしかもこの木が倒れてるから、こういうのね、この下くぐりながら低姿勢で土のを持って上げてってさ、いう作業をしたのね。まあ、こういう作業必要になってくるよ、やっぱ里山をね作るにはね。ここ一応散策路にしてるからさ、まあ今ここ行けないけどさ、子供たちはやれないけども、そのうち人が取れるように倒木を片付けて、笹も、まあ、1年に1回か2回買って、で子供たちをここで遊ばせようっていう計画があるのね。まあそのためにね、まず水場なんとか確保しなきゃってことで、この間点検しましたと。であと10メートルぐらい行けば水源あるんで、それチェックしてまた帰ろうと思います。でね、これがこの川の、俺たちが管理してる、自然農法とかやってる農場の、水源になってる川の、まあ、本当のなんだ、湧いてるところ、ここね。これがもう年中トコ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 と出てくるんだよ。透き通ってるでしょ。もうこれね、なんだ、本当に岩清水だよね。岩から湧き出る清水、綺麗な水で、岩清水ってな。生水だから、誰でもかんでも飲んでいいわけじゃないけど、俺はもうこういうの飲んできたからお腹壊さないけどね。美味しい。なんつら丸いっていうかさ、いいな。こういういい環境、この水があるから、河口ではね、河口ってか下の方で、河口じゃねえな下流の方でホタルとか、なんだ、川に名もいるし、日本ザリガニ、絶滅危惧されてる日本ザリガニもいるんで、この水、この水源をね維持管理することも、まあ、俺らの活動に入ってるんで、はい、こうやって年何回かね山菜採りがてらチェックしに来るの俺は。いや、これでここで俺もまあ帰るや。あまり取れなかった始まりだったから山菜、まあ後でまたそれね
まとめて見せるんでね。よいしょ。で今山から降りてきて青森瑞泉郷の、まあ、拠点に来ました。まあ、ここねの鍵俺持ってないから別の代表の人が持ってるんで入れないんだけど、その前にテーブルを置いて今日の成果、取ってきたものを並べたいと思います。まあ、まず餃子にんにくね、これはまあちょっと天ぷらで食べようかなっていう感じ。ナイフ、まだね出始めだったからタケノコもそこまで大量にあるわけじゃないね。まだ走りだ。でやっぱり今多かったのはこの小ごみだね。小ごみ天ぷらにしてもいいしマヨネーズかけて食べてもいいし、そういうものがいっぱい取れた。これは天ぷらだな。うん、まあこういう感じだよね。でこういう感じでね、タケノコもさ本当は俺の畑の周り、八甲田の上の沖上平ってところでもっとねたくさん取れるんで、これはまだ走りだから、あ、これ笹だけっていうの、これが笹だけ、細くてさ、これがタケノコ、同じ竹から出るんだけどもやっぱこの違いがあるんだよね。でこっちが出たら春本番でね、これをねこれからどんどん取ってさ下ろしたいんだけど、やっぱコロナで飲食店が息してないから、やばそうだな。どれもだからまあ小ごみなんかはね茹でて冷凍してもいいのかな、干してもいいし、干すときはね一回茹でてこのひだを全部取っちゃうんだよね。でタケノコは缶詰に加工して販売してもいいんで、まあ、そっちの方で保存効く方法で取って販売していくっていうのがメインになるかな今年は。まあ、仕方ないよねこういう情勢だからさ。でそれで時間もできそうだから、この青森瑞泉郷とか沖上平とかそういう山でねたくさん遊んでいこうかなって思います。なんかね俺普通にやってることみんな普通じゃないみたいだから、まあそういう普通じゃないらしいことをやってるんで、それをね動画にしてみんなで共有できたらなって思っています。